はこのペンケースを作っていきたいと思います。まちが3センチのペンケースです。22センチ ×9 センチの型紙を用意してください。用意するものは内生地2枚と接着芯と表生地2枚です。生地の裏側に接着芯を貼ります。20センチのファスナーを使います。ファスナーを挟んで縫います。生地を中表に合わせます。ここを返し口を開けて縫ってください。3センチぐらいのまちを作ってください。まちは真ん中に三角定規を当てて3センチぐらいのところに印を3センチのまちを印をつけます。4箇所まちをつけます。この返し口からひっくり返します。返し口を閉じてください。返し口を閉じて中へ入れて出来上がりです。